ではエンジンルーム見ていきます。エンジンルームの方ですけれども、まあ、特にね、目立って変わっているような部品というのはなくて、まあ、ちょっとここのヘッドカバーのハゲが少し大きくなってきているかなといった感じですかね。エンジンルーム自体は17万キロ走ってますけど、結構ね綺麗な状態ですよね。もちろんね、入ってきてからうちの方で清掃しているというのはあるんですけども、まあベースのねやっぱり綺麗さっていうところは、必要になってくるので、まあそこら辺のね綺麗なところがないとなかなかここまではならないですね。でサビとかもねあんまり出てない感じで、こんな感じで綺麗なエンジンルーム。はい、ではエンジンかけてみたいと思います。はい、エンジンかけてみました。距離走ってるんですけどね、結構ねエンジンの音なんかは静かですね。アイドリングも落ち着いています。こんな感じですね。タイミングベルトは14万7千キロの時に交換力がある感じですね。軽く吹かしてみます。なかなかないレスポンスがいい感じですね。はい、以上